カナディアンナショナル鉄道の拳銃車拳銃車は、鉄道車両の一種で、拳銃線に設置されている、鉄道車両の重量を測定するための、測りを構成するための車両である。日本国有鉄道及び JR においては、事業用貨車に分類されている。鉄道の線路には、軸重の制限があり、この制限内に収まっていることを確認するために、鉄道車両の重量が計測される。 また、貨車では貨物を積載した状態の重量から、空車の重量を差し引くことで、搭載されている貨物の重量を測定することがある。バラ積みの貨物を輸送する際には、この方法で荷主に料金を請求することがあるため、測りが正確であることは重要である。拳銃車の重量は正確に分かっており、これに対して測りを構成する。また、車内に噴銅を積んでいて、 クレーンでこれを積んだり下ろしたりすることでも構成を行う。多くの拳銃車は古い小型の鉄道車両に重りを搭載したものである。拳銃車は衝撃などで車両が壊れて重量が変化しないように取り扱いに気をつける必要がある。鉄道工場において定期的に拳銃車自体の重量も構成される。日本では当初工銃車と称し この記号が制定されたが、ほどなく拳銃者に改められた。記号、子はそのまま使われ続けたが、1966年に新設のコンテナ社に子を譲り、拳銃の毛に改定された。日本の拳銃者には2種があり、一つは前述の橋ばかりの構成を行うためのもの、もう一つは、強力第重検査用車と呼ばれるものである。前者は、 1929年製の小一型と、その老朽取り替え用として1977年、及び、翌1978年に製作された毛重0系の、2形式、後者は1928年に製造された小1型、のみで、両者を合わせても13両が存在したに過ぎない。1987年の国鉄分割民営化に、際しては、毛重0系6両が、 JR 四国を除く旅客鉄道会社に引き継がれたが、いずれも廃車となっている。私鉄、専用鉄道では三井化学専用線、宮浦駅構内に県1、県2が放置されている。注釈出店、ありがとうございます。